はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアをやっていきたいと思います。今回は首位のアスカディアなどを戦わざるを得ないです。これはもう、ステージ外でいいと思います。まあ、まだ最下位なんですけどね。まあ、このリーグは最下位になっても入れ替え戦で、負けなければいいですし、またまだ富山ミラージオがですね、僅差なので逆転できる可能性はまだあると思います。アサミが6000万なんですよね。翼も4000万か。さすに容易に変えるあれではないですね。選手じゃない。その割にはそんなにすごいわけじゃないですからね。いきますか。誰が怖いんでしょうね。やはりこの選手か。オールラウンダー。さ、スタメンです。緑が一つイエローカードもらってますね。このままでいくか。ミホを出しましょう。ただし、行くわけにはいかないので、鬼丸か。口比べた鬼丸じゃパワーダウンだな。あれ？キーパースタメン落ちしてるじゃん。どうしたんでしょうか。どうだ？スタミナ落ちじゃん。最初からし、ディフェンダーというか、リベロの位置で出てんだ。ヒロタもいますね、そういえば。ナーコとマドカに変えましょう。一方、早かに変えて鬼丸ですね。試合は出しません。交代選手は全部、カード持ちし、イエロー持ちしたいと思います。例外はキーパーの疲労かのみ。といっても、もしかしたらキーパーを上に回した方がいいのかもしれないですね。新選手の中にはそういうことか。彩香をあげましょう。さあ、今回はホームです。なので実は勝率は高いです。トトの力差があるのに、なんだろう、ホームかアウェイかで勝敗が左右されるっていうのをどうかなと思いますね。さあ、2000球ですが、おっと、早くもピンチ。おっと、パンチングはここは逃れた。ちょっとこれは、無理がありすぎたのでは。速攻決め合うとちょっとやばいぞ。
危ない危ない、結構いいシュートだったですね。おっと縦だ、美穂と、しかしこれはコーナーキックチャンスがまだ続きます。さあクロアールは直接キャッチ、7個、おっとくるみ完全に裏を書いた、これ点数取れないのかよ、なんでここでまっすぐ出しちゃってるのか、あら、あーっと7個はイエローカード、ここへ来て7個か、痛いですね7個のイエローカードは、窓からあっさり取りました。おー外れましたね、くるみと緑を入れ替えましょう。あ、これはピンチ、完全に抜けられた。おっとキーパー前に出てきて自分で上司は守備が光りますね。さあまた小西、あっとこれはされた、先取点を取られ、アスカリアない、取られた、比較的静かな立ち上がりだったんですけどね、ここで均衡が破れました。なかなかボールを取る力っていうのは相手のやっぱりアスカリアは強いですね。これで前半終了でしょう。さあ今1の選手がいないです。夏木をあげます、ここで思い切ったこ手段として、でジョーコの投入を遅らせるというウルトラシーですね。と浜田か、彩香はあの鬼丸に変えました。これで2人目の交代選手ですね、早くも。おっと、ここは危ない危ない。さまどか、ちょっとせちょっと今、あーっとちょっと足りない。ん？ファールか。夏木、危ない危ない。さまどか。千歳が、おっと左外れた、シュートになりましたね結果的に。うん、やっぱりキーパー、おっとまただまただ、しかし今回はじゃない、まどかがちょっと疲れてきてますね。ミオを入れましょう。これで交代枠使い切りですか。
夏希をディフェンダーへ行きましょう。ヨと千歳を入れ替えるかな。守りの方がスタミナいるんですよね、このゲームは。マドカ抜けた。そして彩香にチェン。さあ、反対側にくるみ。同点。意外と効果があった。さあチャンス、おっと決めた、勝ち越しだ。なんと結構びっくりですね。彩香うまいセンタリング。ちょっと選手を見てみましょう。ミオと深澤入れ替えますか。クルミをあげましょう、美穂と。さあ、ローテーションで位置をこ、そして交代していきます。危ない、危ない。これはノーホイッスル。おっと縦パスが決まった。同点に追いつかれた。この終盤の弱さだ。辛いですね。まあ最後のチャンスですね。試合終了です。2対2を同点でした。前半は、アスカニアやや押す展開であったんですが、手高く静かな展開。どちらとも守りが固かったという印象があります。先制したのはアスカディアなら、小西から横川。生えたんですよね。こうできないな。そしてなかなかチャンスを得れない。と思ったら、くるみをうまく上げて、このボレー。さすがです。そしてもう、その興奮がさえ合う7分後。これは今度は緑が。そして、この彩香のセンタリングうまかったですよね。さて、まあでも首位相手ですからね、健闘の引き分けとも言えなくはないです。課題もまあまあ見つかりましたしね。課題が4つ見つかりました。
そしてまだ最下位ですね。ビスタも引き分けたようで勝ち点差1は変わりません。支持率は 100% です。さあ女子選手はいたら嬉しいんですけど、やっぱりなんか女子選手は人気ありますね。すぐいなくなります。といっても経常復興もありますからね、そう簡単にっていうわけにはいかないです。はい、というわけで次回は飯田ビスタ戦です。なんとしても勝ちたいですよね。